こんにちは。今回は神々の騒乱の新カード5枚、紹介していきたいと思います。で最後に、ネクロの新レジェンド、紹介していくので楽しみにしてもらえればいいと思います。で結構強い、ただぶっ壊れではないかなっていうイメージ、後で説明しようかな。じゃあまずこのフェアリーゲージ、ちょっと画像がまだわからないんですけど、コスト4のエルフのゴールドのアミュレット、自分がカードをプレイするたび自分の他の手札にフォロワー、フェアリーが、0枚ならフェアリー1枚を手札に加える。一見何書いてるのかよくわからんってなったんですけど、あと収穫祭でよくねとじゃあなんでこんなゴールドなのかっていうと、よく、見てみると、カードをプレイするたび自分の手札にフェアリーが0枚ってことは、フェアリーが1枚か2枚あるとしてこう出していくじゃないですか。で最後のフェアリーを出したら自分の手札が0枚になるじゃないですか、そのフェアリーが。でフェアリーを使い切ったらまたフェアリーが戻ってきて、フェアリーを使い切ったら手札に戻ってくると。だからもうリノセウスの火力とかにすごい使えて、もうフェアリーをバンバン並べていったらもう永遠に出せみたいなでこれのコンボを考えた時に、宝石エルフがエッグトマトを超えたというのも、4コスでこのカードを出して、で5コスで、宝石、じゃあ6コスか、5コスは適当に死の武道とか打っとけばいいからいいとして、6コスでもう、宝石エルフを出します。でフェアリーを、1枚出します。もしフェアリーが0枚になったらもう永遠にこの突進を持たせて破壊で、また手札がフェアリー出して破壊して、でまた手札がこうアミュレットで戻ってきてずっと突進を持たせて、バハムートだって破壊できてしまう。13枚フェアリーをこうパーってやっていく。で墓地も溜まっていくから冥府エルフに近づく、冥府エルフも入るかなと思うんですけど、ただ、リノセウスの、デッキにこのカードは入らないかなと思います。というのもやっぱ盤面をアミュレット埋めてしまうのは、リノセウスデッキに、全くもってメリットがないから、やっぱり盤面はね、アミュレット置かないのがもうリノセウスで攻めていくのの基本となってくるから、面白いカードやけど、ただ実際なんやな、宝石エルフデッキかな、ランクマッチではあんま採用されないかな、よくわからんけどね。なんか今後化ける可能性がありそうな面白いカードだと。次、キャプテンワルフリート、コスト8の、55、結構コスト高いやつのロイヤルは結構面白いからな。ゴールドフォロワーでファンファーレ、自分のフォロワーすべての攻撃力とちょっと待って、自分の他のフォロワーすべての攻撃力体力をプラスにする。なるほど、これ強ない、攻撃力だけだったら強い。てか風神がさ、息をしなくなるよな、これ。風神のいいところは5コスで早い段階から強化っていうのができるけどさ、これ政治コマンダーっていうフォロワー皆さん知ってますよね。あいつね、すごい禁止カードって言われて、スタッツが高かったから強いって言われてたんだけど、政治コマンダーの倍のプラス値を、全てのフォロワーに、付与していくとでしかもその上に自分の兵士フォロワー自分の兵士フォロワー全ては主語を持つ。これエッグトマト超えたやろ。政治コマンダーの時代は若干終わんのかな、てか終わるか。政治コマンダーの上位互換、ただコスト8っていうのがちょっとね、微妙かなとは思うんですけど、これちょっと強すぎないかロイヤルのね、いいところをしっかり捉えてる。守護をやっぱね増やしてガードしつつ攻撃していくっていうのがやっぱ強いから、自分のね、フォロワーやったら思いつかへんけど、兵士コロアはいっぱいいるじゃないですか、アセンティックナイトとか、オーレストナイトとか、ああいったフォロワー全てに主語を持たすことができる上に、あいつらがアセンティックナイトやったら 3、4 の主語1体でもそれエグいぞ。なかなか強いな、これ強い。話しすぎたか。じゃあ次、輪ゴムのゴーレム、これがコスト4の43、スタッツは3、4のがありがたいかなっていうのがあるけど、ちょっと読んでいくか。
ウィッチのブロンズのフォロワーでファンファーレと土の秘術、あ、土のデッキに入ると相手のリーダーか相手あれ強ないこれ、あ、相手のリーダーが また3点ダメージ与えるか、しかも強いなこれ、うん、土が1枚でもあれば相手に3点顔にダメージいくから、これ強いな。あでもブロンズやからな。あただ土をね他のに使いたいっていうのはやっぱあるじゃないですか。やっぱ4コスやったらそんなにでもないだなとかいうフォロワーが確かいたじゃないですか。レミラミか、あレミラミとかがいるからな、対応としてどうなんかなと思うけど、顔に3点ダメージ与えるっていうのがレビーとコンボを決めた、あマグロウィッチみたいな形がやっぱ流行ってくるのかな、まあ、ちょっとわからんな。でも土自体守りに徹してるからアグロとは言えないか。まあ面白いカードやけど、まあ強くはないかなやっぱり、うん、次、黄金都市の墓守ソニア、あコスト5の3後、ビショップシルバーのフォロワーと、守護、あ5コスで3後で守護やったらまあ、あんま強くないな、まあ、ゴブリンマウントデーモンが3で7やから、まあ、2点守備が低いんですが、まあ、呼んでいくか。ファンファーレ、自分の場に他のフォロワーがいないなら攻撃力をプラス1してこのフォロワーへのフォロワースペルアミュレットの能力によるダメージは0になる、攻撃によるダメージはそのまま、まあ微妙かな。あまあフォロワーがいないならっていうの条件付きもあんま強くないし、まあ、こいつがもし単体で出して、まあ、4号の守護になったとしてもまあフォロワーとかスペルとかアミュレットの能力のよるダメージというよりはもう確定除去のカードが多いから、まあ、死の舞踏もしくはフォロワー進化で殴られて破壊されることが多いから、このねフォロワースペルアミュレットの能力によるダメージ破壊というのはめったにないと考えられてて、まあ、エンコンとかソウルハントとかあブレイジングブレスとかが効かないってことにはなるんですが、まあ、強くないな。じゃあ最後、魔将軍ヘクターな、あー、コスト7の56、まあ、悪くはないかな。あまあコスト7のこいつとコスト8の、まあ、ネフティスみたいな、まあ、そういう動きができそうやけど、ネクロマンサーレジェンドのフォロワー、なんかモルディカイのなんかあモルディカイみたいな顔してな、モルディカイのなんか死骸みたいな顔してあまた馬系やな、これジャンヌダルクか、あジャンヌダルクの子供やなわけわからんわ。ファンファーレ、場が上限枚数になるまで、このね、歌い文句はネフティスと一緒やな、場が上限枚数になるまで、これは墓地を貯めていくデッキかなと思いきや、ネクロマンス3を使うと、だから冥府には入らないと、ゾンビ1体を出すを繰り返す、まあ、ネクロマンスが6個あればゾンビは2体出てくると、まあ、コスト7やから、まあ、墓地は6枚くらいがまあ限界かなと思うんですけど、ただ、まあ、ちょっと読んでいくか。その後ターン終了まで自分の他のフォロワーすべては自分の他のフォロワーすべては、攻撃力がプラスにされて突進を持つと、まあ、ワンチャンアグロネクロに入るかな、いや入らんか、入らんかな、これ強いな。あまあ普通に、他のフォロワーも強化されるので、このゾンビだけじゃなくて他のフォロワーも強化されるから、例えば、まあ、攻撃力、2のフォロワーがいたとして、でこいつ出たら4で、攻撃そのままいけるから、まあ、4点顔に行くし、まあ、盤面の除去にも徹してて、攻撃力2プラスして突進を持つって書いてある。でもなこれ今思ったけどネウティスでよくねネフティスのカムラとかモルディカイとか出して、あ盤面取っていくよ多くねえかあしかもネクロマンス3つ使うし、ネクロマンスがなかったら、まあ、出ないわけで、まあ、実質攻撃力2だけの突進を持たせるだけやから、あまあ私個人の意見としてはぶっ壊れではない、あんま弱いって言えば弱くはないけど、微妙やな、なんかあんまりピンとこうへんけど
ただそうやな、ただ一つ面白い コンボとしてはロッコスに、死の祝福を打ちます、で7コスにこいつを出してゾンビを全部攻力プラスして、ってやるんやけど、ただ死の祝福打つとするならば、ネクロマンス6使うのでその時点でネクロマンス0になる可能性が高いと。だからあんま強くないかな。ゾンビを出して突進持たしたところでやしな、まあ、相手のフォロワーは破壊するだけやからな。まあネフティスのが多分強い、てか全然強いと思う。ただネフティスはラストワード持ちをたくさん入れることを前提としてるデッキやから、まあ、こいつは、まあ、デッキから呼ぶことはないからラストワード持ちのデッキじゃないデッキを作れるけど、ただネフティスのが強いかな。まあ、ヘクターに関してはね、ちょっと微妙、いや、ネクロはね、もっと強いってね、思えるようなカードを出してほしかったな。これも1枚ネクロのね、レジェンド枠がなくなってしまったので、もうビショップとかさ、ある程度強いさ、リーダー、もう強化はやめて、もうネクロにね、ちょっともうちょっと力を注ぐべきだなと、思ってるんですけどね。多分またウィッチも、エッグトマトを超えるようなね、ガングロタメモちゃんを超えるような絶対性能のやつ出てくるから、ここでちょっと一枠ね、レジェンドを使ってしまったっていうのはちょっと、まあまあ評価下げるのもさ、良くないけど、まあ、個人的にはあまり、強く、あんま強くないかなって思ったり、まあ、イラストもね、ジャンヌダルクでよくねと。ジャンヌダルクの、なんていう、新しいリーダースキン、新しい、カードパックか、なんかスタンダードパックかよくわからんけど、構築済みデッキか、あれと全く同じイラストな、全く同じイラストっていうか似てるので、まあ、使う人にないかな。ということで、まあ、私の、今回ね、5枚紹介して、感想でした。はい。